はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトル不寛容論第4回をお送りします。森本安里さん2020年新潮新選書から、出ている書物でございます。もう3回ねにわたって解説していきました。ロジャー・ウィリアムズという、アメリカ建国のね、あの植民地時代に活躍した神学者であり、牧師であり、政治的にも指導者だったという、この人がその寛容というものを考える上でマスターピースなんだよという、そういう本でございます。ではですね、早速引用の方に行きたいと思います。136ページ、ですね、これね、ウィリアムズの寛容っていうものがどこから来てるのか、これね、何度か触れてきましたけども、実はネイティブアメリカンですね、先住民の人たちから実はこれを学んだ形跡があるんですね。136ページ。無関心から来る寛容は、ひとたび嵐が来て、自分の身に危険が迫れば、たちまち吹き飛んでしまう。これね、一番最初に僕説明した、日本人が多神教だから寛容だという俗説が間違いであるというデータを示しましたよね。でね、なんで日本人がね、その自分のことを寛容だと思っている割に、いざとなると実はデータが示すのは不寛容なのかっていうのは、実は無関心から来る寛容だからなんじゃないかと、多分類推されるんです。っていうのは、あの同じ調査で、不寛容度が高い、つまり寛容度が低い国っていうのは日本と中国だったんですけど、この日本と中国に共通するのが何かというと、宗教全般に関して関心が薄いんですよ。はい、要は非宗教的な国家なんですよ、日本と中国って。その非宗教的国家が、他の宗教とか信仰に対して不寛容だっていうのは、すごく示唆的で、つまり無関心から来る寛容、要は無関心から来る寛容って寛容だ、自分は寛容だという勘違いなんですよ。でこれっていざとなると全然寛容になれないんですね。だが、これに対してウィリアムズって真逆だったからめちゃくちゃ勉強になるよって話で、だがウィリアムズの説く寛容は筋金入りである。彼は人間が何かを信じるということにかけがえのない尊さを見出した。それは自分とは異なる信仰を持つ人にも等しく見出される尊さである。信仰が自分にとってかけがえのない尊さを持つことを知っているからこそ、他人にとっても同じようにかけがえのないものであることを理解できるのである。ウィリアムズはこの確信を先住民から学んでいる。先住民は自分たちの礼拝でも、イギリス人やオランダ人の礼拝でも、誰かが宗教的な祈り時間を持っているときにはそれを邪魔しない。これはアメリカ語理解の鍵という、これねウィリアムズが書いた本なんですけれども、アメリカ語理解で、ちなみにアメリカ語っていうのは英語のことではありません。ここで言うアメリカ語っていうのは先住民のナバホ族とかイロコイ族とかが話していた言葉のことです。でアメリカ語理解の鍵の、先住民の宗教についてという章があるんですけども、その中でウィリアムズが書いてることなんです。つまり その中でウィリアムズは、イギリス人やオランダ人が祈るときに先住民は彼らの祈りを決して邪魔しないって書いてるんですよ。で自分の信仰と同じだから尊重するのではない。自分の知らない宗教でも先住民はとにかくそれを尊重して邪魔をしないのである。ウィリアムズはそのような先住民の礼節こそ、異なる他者への寛容を基礎づける原理であることを学んでいったと。これね本当大事な話で、あの寛容ってまさにそういうことなんですよね。でね、あの僕、ちょっとね、もうこれ言及するのもちょっと嫌なんだけど、あるね、そのキリスト教の一派の人、もっと言えばもう福音主義の根本主義なんだけど、これ聞いてる方にはそういうのに関与してる人はほとんどいないんじゃないかな。結構極端な、グループなんで。でそういうグループの中にはね、なんかこう神社仏閣は悪魔の所業だからって言って、そこをその仏像を破壊するっていう行為があったことが事件化したこともあるし、あとなんかそれになんかオリーブ油を塗ってその霊的な戦いの祈りをするとかっていう、ことをね、実践してる人たちがいるっていうのを聞いたことがあって、ちょっと本当に僕は嫌悪感しか覚えないんですよ。あのだって自分がそれされたら嫌じゃないですかね。なんていうの、だって僕はクリスチャンだからさ。でじゃあその創価学会でもいいですし、筋金入りのね神道とか仏教の人が、いやキリスト教は悪魔の所業だと、
そして聖書は悪魔の 書物だからって言って、それをこうね、なんか燃やしてたり、聖書を燃やしてたりしたら、十字架に火をつけてたりしたら、それはさ、だって嫌な気持ちになるじゃない。じゃあ自分が嫌な気持ちになることをさ、人にしちゃダメよ。ああダメ本当そうなの。そういう話なんですよ、寛容って、うん、だから自分にとって聖書が大事なようにね、鳥居を大事にされてる方もいるね、仏壇を大事にされてる方もいる、お地蔵さんを大事にされてる方もいる。だとしたら、私にとってお地蔵さんは大、ね、神ではないかもしれないけど、その人にとって神なんだらば、絶対それを悪く言っちゃダメだし、見下げたらダメだし、その人が何だったら敬ってるんだったら、僕もお地蔵さんに対して、まあ帽子を脱ぐぐらいのことはしていいんじゃないんですかと僕は思いますけどね。ね、だって教会ってね、よく分かんないけど、仏教徒の方が、あ、教会参加と、教会館参加、十字架会、きっと清いものなんだろうなって言って、なんか数珠を合わせてくれたら、ちょっと嬉しいじゃないですか。で、そういうことなんですよはい、っていうことなんです、ウィリアムズの寛容って。はい、次いきましょう、169ページ169ページですね。ウィリアムズはエリザベス時代の死刑の宣告を受けたあるカトリックの司祭の言葉を引用している。もし私に1億回の命が与えられたなら、その1億回の命を全てローマへの信仰に捧げる。これがですね、そのカトリックの司祭の言葉なんだけれども、で確かね、この司祭っていうのがエリザベス時代に、要はなんていうのかな、その宗教的な理由でなんか異端とかと認定されて死刑になったとかってことだと思うんですけど、でもそれでも私はそのローマに、その自分の信仰、カトリックに信仰を捧げるぞと、1億回でも捧げてやるぞって言って死んでいった。でウィリアムズは自分とそれをね、なんかこう重ね合わせてるんですね、そして次のように付け加えるのである。私自身は強硬主義者どもの両親にいささかの支持も与えるつもりはありませんが、これ強硬主義者ってつまりカトリックのことじゃないですかでウィリアムズってね、勘違いしないでほしいのは、あの寛容というものの、なんていうの、ルーツになった人と言われてるから、まあ、さぞかし仏のようなねあの恵比寿顔のなんかこう笑福亭鶴瓶さんみたいな顔をしたおじさんなのかなと、なんかね思いがちなんですけど、もう全然違ってて、もう超激しい人で、もう毒舌も毒舌でなんですよ、この人もう毒舌が過ぎるぐらいですそれこれがもうまた面白いバランスね。寛容ということを命がけで言った人が、もうめちゃくちゃきつい人なんですよ、これ。ほんときつい人です。まあ本当にこの人の略歴とかいろいろ家族との関係とか見るとわかるんですけど、その奥さんがちょっとでも、その、要は、不寛容の側に触れたらもう口も聞かないとか、もう罵倒するとか。だから人間として決してなんか、その理想化していいような人ではないんですよね。で、実際ここにも、その強硬主義者どもとかつって見下げてるんですよね、カトリックをね。で、当たりつもりもありないです。で、こっからが面白くて、しかしと続くんですよ。しかし、ね、強硬主義者には私はもういささかのね、共感も覚えないと。しかし、何にせよ、神。ね、この時に、アディーティってこれ多分ラテン語でいいと思うんですけど、何にせよ神を真剣に尊ぶあの大胆さと信念、熱意と決意は称賛に値します。これがウィリアムズの寛容であると。はい、だから、ウィリアムズはそのカトリック、まあ、プロテスタントでしたから、で実はバプテストの、ね、牧師だったからのカトリックというものに対して政治的には全然賛同しないし、宗教的にも賛同しない。だけれども、その、ね、カトリックに準ずるような神父がいるということを考えると、その準じた、その心、神に準じるほどの心というのは、称賛に値するんだよと、ウィリアムズは言ってて、これがウィリアムズの寛容のキーモンなんですよ。だから僕のさっきの話をちょっと蒸し返しますと、なんだろう、そのお地蔵さんに油を塗って祈る人に、いささかの共感も覚えないが、何にせよ彼らが純粋に神のためだと思って真剣にしている、その大胆さと信念、熱意と決意は称賛に値しますと僕も言うべきなんですよ。
だけど油は塗らないわけじゃないとは思うけどね、ちょっとね、あの軽犯罪になっちゃうからね祈るだけならいいんじゃないいいんじゃないっていうか、でもその熱意は神を真剣にね、そのファンダメンタリストの方、そういうね、ちょっとそうどうかなと僕は思うような信仰の方も、何にせよ俺は賛同しないけど、何にせよ彼らなりの良心を持って神に真剣に行っているその取りなしの祈りであり、であるならば、霊の戦いであるならば、それはその良心はの内容はさておき、その良心そのもの、神に対する純粋さそのもの、それは称賛に値する。これがね、ウィリアムスの一貫した主義、彼の主張なんですね。はい。次行きましょう。次にですね、マサチューセッツとロードアイランドっていうね、その力学関係ちょっと面白くて、で僕は全然そのアメリカのね、その北部のね、州がどういう位置関係になってるかっていうのが、その例えばその東京、埼玉、千葉、神奈川みたいな関東圏の、地図ってね、なんとなくこうじゃあ紙に書いてみてって言ったら、正確ではないかもしれないけど、なんとなく位置関係を把握してるじゃないですかね、でもじゃあニューヨーク、マサチューセッツ、ロードアイランドとか、なんかあのね、あるじゃないですか、ペンシルベニアとか、ね、でああいうのをちょっと地図書いてみてって言われたら、もうさっぱりわからんまあ今地図見ろってググれって話なんだけど、でもググってもなんかもう その時はわかるんだけどすぐ忘れちゃうし、でもちょっと この本で結構ちょっと僕の中で概念化されたのは、要はボストンってさ、ニューヨークの北にあるじゃないですか、それで間違いないと思うんですけど、これが間違ってたらもう終わりだよねで北にあるじゃないですか、でまあほぼカナダにね国境接するぐらいのところにあって、でその下にロードアイランドがあって、その下にマンハッタン島があるで、確か間違ってないと思うんですけど、で要はね、一番正統的なピューリタンたちがどこに最初に街を作ったかというと、ボストンというか、そのね、マサチューセッツなんですよね。で マサチューセッツ自治区でいいのかな、だから要はそのマサチューセッツという場所を本国イギリスから出張所として政府を建てたよっていうのが、まあアメリカの独立以前の建国の歴史の最初なんで、でそこにいられなくなった人たちね、第2回とかでも確か言った、要は正統派なのが改宗派とかルター派だとしたら、そうじゃないバプテストとかですね、クエーカーとかはある種こうその出てきた人の中でも少数派ね、弱い者たちが夕暮れさらに弱い者たちを叩くという歌詞がですね、ブルーハーツの歌にありますけれども、まさにそういう形でその自分たちも国教会から追い出されてきたというか、まあ追い出されて、まあもうお前ら知るかっつってね、見下り犯を叩きつけて出てきた、その人たちなんだけど、その叩きつけて出てきた同士の中でも多数派と少数派が出てきて、でその多数派が少数派をやっぱりいじめると。で多数派はマサチューセッツに居残ることができたんです。だけどロードアイランドっていうこの南はほぼですね未開の地だったわけですね当時で、ネイティブアメリカンたちが住んでいて、いろんなねバッファローもいるでしょう、なんか野獣もいるでしょう、で開墾されてない、でもしかしたらネイティブアメリカの中にはね、そういう急に襲ってくるみたいな事件もあったかもしれません。まあとにかく危険と寒さと飢えがあるそういうロードアイランドという南にダウンサウスに下っていくっていうのは、要はその都落ちなんですよ。だからそのロードアイランド州とマサチューセッツ州にの間にあるそういう関係っていうのが、僕はもう全く知りませんでしたから、アメリカ史ね、僕はそもそも歴史全般あんまり強くないんで、でもこの本を読んで、あ、そういうことなんだなって思ったって話で、254から255を読みます。なぜ忘れられたのか。一つには正統派ピューリタンの伝説が美化されて流布されるようになったためだろう。これ何かっていうと、ロジャー・ウィリアムズという人物がね、あんまりそのアメリカ国内のアメリカ史ですらそこまでピックアップして教えられることがない人物なんですよ。本当だったらですよ、ロジャー・ウィリアムズって日本で言ったら何だろうな、もう吉田松陰とかにも類するような重要な人物なわけ、つまりもう明治を作った人じゃないですか、吉田松陰ってね。
とかなんだけど、結構トマス・ジェファーソンとかですね、ベンジャミン・フランクリンね、ジョージ・ワシントン、あのあたりはめちゃくちゃフィーチャリングされるんだけれども、ロジャー・ウィリアムスって不当に低い評価を受けてきてるんですね。でそれはその理由を森本アンリーさんこう解説するんですよ。それは何かというと、正統派ピューリタンの歴史伝説が美化されて流布されるようになった。つまりロジャー・ウィリアムスって正統派ピューリタンから追い出された人なんです。で歴史って勝者が書くじゃないですかね。だから敗者っていうのは歴史の中で日陰になっちゃうんです、どうしても。でこれも歴史っていうのは常にそうです。我々が知ってる歴史は全て勝者の歴史なんですよ。はい。で、で、ね、じゃあこれってだから勝者が歴史を書く権利を得るからこそ戦争をするんだという考え方もできるわけで、逆に言えばね、だから我々が知ってる歴史は全て勝者の歴史です。これはもう間違いないです。でそれはもう言葉の定義からそうなんですよ。はい。で、じゃあ勝者っていうのは誰だかというと、アメリカで言えば正統派ピューリタンなんですね。でロジャー・ウィリアムスはそれに異議を唱えて、異議申し立てをして、そしてロードアイランドに、追い出された人だったから、あここまで、資料が少ないというか歴史の中で教えられても来なかったし語られても来なかった人なんですね。で今やっと21世紀の歴史家がそのピューリタン史観みたいなものから脱する形で、あいやこんなすごい人が実はいたんだよってことを言い始めてると。でニューイングランドに渡ったピューリタンの重力的な中心は何といってもマサチューセッツにあると。で彼らはピルグリムが上陸したプリマスを包含し、自分たちこそ旧世界の弾圧を逃れて新天地を打ち立てた始祖であり自由の闘士であるというストーリーを語るのに忙しかった。確かにその通りなのだが、それは話の半分で、後ろの半分にはどうしてもウィリアムズらを追放した不寛容な実態がある。だがその不寛容なだがその不都合な真実は自由の闘士というピューリタンのストーリーの構成上都合よく忘れられることになると。つまりロードアイランドにバプテストとか、ね、クエーカーとかを追い出したという歴史っていうのはマサチューセッツのピューリタンにとっては、まあ、黒歴史というかで忘れたい歴史なんですね。でまあ、だから日本でもさ、ね、南京虐殺がなかったとか、ね、あの慰安婦があれはもう何でももう知らん、もうなんか勝手に来たんじゃないのなんつって勝手に朝鮮の女たちが来たんじゃないのなんつってる人もいます。はい。僕前語りましたけれども、朝鮮人虐殺がなかったと、ね、関東大震災の時に、なかったと言い始めてる人もいます。まあそういうふうにですね、自分たちがした悪いことっていうのは都合よく歴史から消されていくっていうのはもう万国共通のことなんです。でその中でロジャー・ウィリアムズのことを語ってしまうというのは、我々がしてしまった弾圧をまあどうしたって、思い出すことになるんですね。でそういうことを思い出したくないじゃないですか、人って。我々の歴史は輝かしいものなんだって思いたいんですよ、人間って罪深いからね。でそういう中で、まあ、あのロードアイランドに追い出された人たちのことはあまりこれまで語られてこなかった。でも歴史っていうのは一周した時に、再評価されることもありますから、今ですねそういう、まあ、ピューリタン史観みたいなものを脱構築するというか、まあ、それを相対化してみた時に、実はその周辺で頑張った人たちがいたからこそ今の合衆国憲法の基礎って作られたんじゃないのって主張する人たちが多くなってきた。ここに、寛容というものを考える、マスターピースであるロジャー・ウィリアムズが登場するんですね。はい。で、もう、本書後半に入ってきてるんですけれども、そうですね、これは、あと2回で終わるかな、だから、第5回まで行く感じですね。でね、その、マーサ・ウィリアムズというですね、シカゴ大学の教授がいます。で、この人が、多分女性ですね、マーサだから。で、マーサ・ウィリアムズ、という、ごめんなさい、マーサ・ウィリアムズやね、ごめんなさいね、ちょっと、混戦して。マーサ、なんだっけ、マーサ・ヌスバウムです。ヌスバウム、ごめんなさい、マーサ・ウィリアムズ。マーサ・ヌスバウムという、ですね、シカゴ大学の教授がいます。で、この人も、そういったロジャー・ウィリアムズというすごい人がいた。そして、その人こそが現代の、寛容の原点なんだ。でそれは、ジョン・ロックとかですね、ルソーとかが結構寛容論の原点とされることがあります。あとフランスのあの人ね、誰だっけ、
忘れちゃった。フランスの、ね、有名な思想家がいるんですよ。私はあなたの意見に反対だが、あなたがそれを主張する権利は死んでも守るって言った人がいるんですよ。で、まあこの人とかが、あ、思い出したら後で言いますね。でこの人とかが、本当忘れたな、まあいいや。でその人とかが、要は大陸側のそういう思想家こそが、寛容論の原点だっていうのが結構まあ学会の定説ではあるんですよ。でもマーサ・ヌスマムはですね、実はそれより以前にロジャー・ウィリアムズが言ってたこそが現代の寛容につながるルーツだって言ってて、でマーサはどういう主張してるかというと、実はその時代って同時代人なんです、その人たちって。でこの大陸側の思想家たちは、ロックとかね、は実はロジャー・ウィリアムズの著作を読んでたんじゃねえかと疑ってるんです。だから元ネタこっちじゃねえのって主張してるんですよ、マーサさんは。でこれね、言えなきことじゃなくて、実際ロジャー・ウィリアムズですね2回か3回イギリスに帰ってるんです。だからもともと出自は、ね、第一世代だからさ、出自はイギリスのエリートじゃないですか。で2回か3回イギリスに帰って、その度にしてたことは出版だったんですよ。つまり本を書いて出版するためにイギリスに帰ってたんです。だからその本ってイギリスで結構広く読まれてたんで、だから結構あり得る話ではあるんですよね。で262から263ページです。でマーサの主張について、第1第2第3と森本杏里さんは、マーサ・ウィヌスバムの主張をまとめていくんですけど、第3紹介しますね。第3にロックは、だから第1第2第3って、つまりジョン・ロックの思想よりもロジャー・ウィリアムズの思想の方が現代の寛容論の原点だっていう主張ですね。その主張のポイントの第3は何かというと、ジョン・ロックは政教分離を法的管轄上の区分として語っており、その重なり合いに無頓着である。しかし政教分離は単に政治と宗教を分離させれば目的が達せられるというものではない。ウィリアムズにとり、政教分離は平等と良心の自由の尊重というより中心的な考えから来る帰結だった。そこには政教分離とは社会の脱宗教化のことだという現代にありがちな誤解が含まれていない。公権力の非宗教化と市民の深い宗教性の両立こそがアメリカの正当なのであると。だからマーサが言ってるのは、そのロックの、そのロックって政教分離のね、原点だとされてるんだけど、そのロックの政教分離ってどういう概念だかかというと、法的管轄上の分離に過ぎず、実は政治と宗教ってその法的管轄的には分離したとしてもですよ、その政治と宗教ってどうしたって重なり合うということに関してはロックは実は 無自覚なんです。だけどウィリアムスはそれを全くもって自覚してるんです。完全に自覚してるんですよ。政治と宗教は重なるという前提のもとで、だけど政治というものは個人の良心の内面に立ち入るべきではないというところまで足を踏み込んで論じてるんです。だから現代でもよくある間違いっていうのは、ここで森本杏里さんが指摘しているように、政教分離って社会が脱宗教化することだって誤解してる人が多いんだけど、違うんですよね。政教分離ってどういうことかっていうと、公権力をから宗教的要素を抜きましょうということなんです。じゃあその宗教的要素って何かっていうと、市民の深い宗教性に任せましょうよってことです。そうすると市民が深い宗教性を持つためには、その宗教にはいろんなものがあるでしょって。キリスト教もあれば、ね、イスラム教もあれば、モルモン教もあれば、クエーカー教もあれば、バプテスもありますよねと。でその一人一人の良心に公権力が決して立ち入らないという、そういう取り決めをしてこそ市民は深い宗教性を養うことができるし、公権力というのはいわゆるフェアネスというものを担保することができるんですよ。ある宗教の人にとっては公権力は有利に働き、ある宗教の人にとっては不利に働く。これじゃダメだよねってことなんですよ。でこれ本当大事で、でこれこそがまさにその結社の自由とか言論の自由とかって、どの 全世界の自由主義と言われる国のどの憲法にも書かれていることは、結社の自由、
集会の自由、そして言論の自由なんです。これって最初は宗教の自由から始まってるんです。どんな人でも良心に基づいて自分が信じたい宗教を信じれるようにしましょうよといったところに、その独立宣言にそういう、ね、理念が書かれて、アメリカの、憲法の創起者であるね、誰だっけこういう名詞が全然出てこない、ベンジャミン・フランクリンとかね、トマス・ジェファソンとかで、あの辺りが書いて、で今の日本国憲法にもそれが書かれてる。だから、その、集会結社の自由、言論の自由とかっていうのは、元をたどれば良心の自由であり、で元をたどれば宗教の自由なんです。個人がどんな宗教を信じてもいいよっていうのが、要はその近代憲法の本当にもう骨組みの一つで、その骨組みを作ったのはロックではなくてウィリアムズなんじゃないのって言ってるのがマーサ・ヌスバームというシカゴ大学の教授なんですよ。次行きましょう。264ページ、ウィリアムズも、両親が全人類にあることを疑っていなかった。それは、本書で繰り返して見てきたように、ユダヤ人にもトルコ人にもカトリックにも異教徒にもある。しかし、ウィリアムズは両親の人と言うべき人に出会うことは稀だとも言っている。つまり彼の寛容論にとって、両親が正しく機能するかどうかは最終的には問題ではない。というよりも、つむじ曲がりのウィリアムズからすると、おそらく彼の周囲にいるほとんどの人は間違っている。それでも彼は両親が命ずることだけに従う人は、誰であっても尊敬するというのである。両親の諭しに従う人は少なく、彼らの選択はしばしば愚かだろう。それでも信仰に準じて死のうとする人を彼が心から尊敬したことは、第4章の末尾で紹介した通りである。カトリックのことを反キリストと罵っているにもかかわらずである。ここにウィリアムズの寛容論の特徴があると。はい、これね本当大事ですよね。で、どうしようかな、結構ねまだあるんで、あと一箇所やるか。そうですね、さっき思い出しました、時間差で思い出しましたけれども、私はあなたの意見に反対だが、あなたがそれを言う権利は死んでも守るって言った人は、フランスの思想家のヴォルテールです。ヴォルテール、ヴォルテールという人が言いました。でそのヴォルテールとかよりもやっぱりそのウィリアムズなんじゃないかって言ってるのが、マーサ・ヌスバームという現代のシカゴ大学の教授で、で、この今読んだところに今、戻ってくると、要はあのウィリアムズの寛容論ってなんで強いかというと、メタ倫理なんだから、なんですよね。メタ倫理なんですよ。だから倫理じゃないんですよ。ウィリアムズの寛容論って倫理じゃないんですよ。メタ倫理なんです。どういうことかというと、例えばね、 A が正しいっていうことっていうのは倫理じゃないですか、ね、でも A が正しいという権利を担保するっていうのはメタ倫理なんですよ。だから、でもうここにも書いてあるけど、ウィリアムズからしたら大抵の人間は間違ってるんですもう結構ウィリアムズって結構そういうところで、そういう方、そういうところある人で、要はもう この人から見たらもう大概の人間がバカに見えてるんですよ。ああバカだなと思いながら、あんなこと信じてんな、バカだな、こいつらって思いながら人を見てるんです。カトリックを見てる時も、あるいは正統派のね、プロテスタント、改宗派とか、そのマサチューセッツの奴らを見てもバカだな、と。ね。で、クエカを見てもバカだな、と。で、先住民を見ても多分バカだな、と思ってる。だけど、私からはバカに見えるが、ね、私が信じている神を信じる信仰というのはもう本当にこれがないと生きていけないんだと。だとしたら私からはバカに見えるかもしれないが、先住民が拝んでいるあの太陽を拝むという信仰はきっと彼らの存在を根底で支えているに違いない。マサチューセッツの奴ら、私を迫害して荒野に放り出したけれども、彼らなりに彼らはそれを本当に信じてて、それに準じるほどに、私を蹴り出すほどにそれを大事にしているんだったら、それを尊敬するって言ったんです。これって本当に筋金入りの一貫性ですよね。ね。で、これってだからもうどういう話になっていくかというと、愚公権みたいな話になっていくんですね。だから人が間違う権利というのを死んでも守るみたいな話になってくるんです。これがウィリアムズの、寛容論の、要はそのメタ良心というかメタ倫理っていう、その強さだと思います。
だから一番最初のところで、その寛容のパラドックスのところでね、寛容を押し付けるという形の不寛容があるって言ったじゃないですか。で、この形のね、寛容を押し付けるという形の不寛容がなぜ生まれるかもここでわかるんですよ。寛容を押し付ける不寛容っていうのは、寛容を倫理だと思ってるんですよ。でも寛容ってメタ倫理だからね、ルールの作り方の話なんですよ。ルールそのものじゃなくて。だからウィリアムズって強かったし、一貫性があったんです。もう一箇所だけ読んでですね、第5回に行きますが、第5回で終わると思います。はい、もう一箇所だけ、すみません、ちょっと長くなりましたけど行かせていただきます。で、さっきの話とも関係があるんですけど、267ページです。これ結構まあ本書の要約的なね、一文なんで読ませていただきますけれども、人がある価値や倫理を主張しようとするとき、何らかの視点が必要となる。無宗教や無神論から出発する場合でもこの点に変わりはない。でね、これぜひね、なんだっけ、あのね、利己的な遺伝子というね、本を書いたリチャード・ドーキンスという人がいます。で、この人が書いた、あのね、神は幻想であるっていう本があって、これ読んでもらうとわかるんだけど、もうね、リチャード・ドーキンスってね、もうね、ゴリンゴリンの無神論者で、なんていうか、もうその無神論を信じる信仰心たるやね、我々の日じゃないんですよ。もう彼のね、もう経験さ、本当に経験なまでの無神論者なんですよ。もう無神論というものをね、もう崇めて原理主義化してるから、もうね、それはもう信仰心なんですよ、やっぱり。だから、その日本人がね、私無神教、無神教だよ、私無神論者だよっていうカジュアルな無神論っていうのは、もはや無神論なんて全然呼べないですからね。はい。もう恥ずかしくなってください。ぜひですね、ぜひですね、リチャード・ドーキンスを読んで、俺日本無神論者だよとカジュアルに言ってた人は自分を恥じてください。彼ぐらいの本当に無神論者と言うんですよ。ね。で、話戻します。で、ウィリアムズの出発点は明らかに彼自身の信仰である。自分にとって自分の信仰はかけがえのない尊いものである。だから他者にとっても、つまりカトリックやムスリムや無宗教者にとっても、自分の信念は大切であるに違いないというのが彼の論理である。この論理は出発点にある信念の遺憾に依存しない。ここに万人の平等への眼差しがある。これがね、ウィリアムズの寛容論の本当に肝というか、あえてこの本を一節に要約せよと言われたら、多分この部分を抜粋したらいいんじゃないでしょうか。ウィリアムズの寛容の出発点って強い信仰心から来てるんです。彼自身が強い信仰者だったからこそ、ムスリムの人にとってだってその信仰心が大事に違いないという確信を持っていた。そこから彼の寛容は来るんです。で、だからといってウィリアムズがそのじゃあムスリムの人はムスリムのままでいいんじゃないと思ってるかというと、それはまた別の話です。彼はバプテストの牧師でもありましたし、改宗も施した人なんですよ。だけども、その改宗が他の人からの圧力とか政府からのルールとかね、無理やり洗礼を施すとか、そういうことによっては全く意味がなくなる。なぜなら、良心というのは神しか立ち入れない場所なんだから、それは神聖な場所でしょと。その神聖な場所に神が本当に立ち入ってくださって、その人が内発的に信仰を持つ場合に、初めてその信仰心って改宗あるいはその宣教って尊いものになるんだよってことを、ウィリアムズは断固主張したわけです。という意味では、僕はもうウィリアムズに 100% 共感を覚えますね、この部分ではね。で、まあこれ聞いてる方ね、クリスチャンの方多いと思うんですけれども、日本というのはクリスチャンは少数派なんですよ。で、自分たちがじゃあ抑圧される側になることだってあるでしょ。田舎の中ではね、いまだにね、ヤソになるのかと言われたり、あるいはそのクリスチャンなの？ヤソなの？じゃあ結婚やめましょうかみたいな話も今もあるみたいな話ちょっと聞いたことあるし、マジかよと思うけどね。っていうケースもあると思います。その時にもウィリアムズの考え方すごく役に立ちます。で、逆にですよ、私たちが抑圧する側になってしまう、無自覚にですよ。例えば、学校にムスリムのね、そのスカーフを巻いた子が来た。これに対してクリスチャンの PTA の自分がね、親としてこういうのは外させるべきなんじゃないですかって言ったら、もうウィリアムズとしたらもうガチ切れですよね。もうウィリアムズから引っ叩かれますよ、本当に。
で、僕はやっぱり自分だって学校の中でもし、ね、神に祈りたいと願うんだったら、その娘の子だって、ね、祈るためのカーペットを学校に持ってきていいとすべきだしって僕は考えますという、まあ、そんな話です。だから今の時代にも本当につながってるんですね。ということで、不寛容論第4回をお送りしました。次回第5回で終わりになりますので、お付き合いいただけましたら幸いでございます。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。